構感じたのかな。こんなね、寒くて、暗くて、うん、闇の中にね、一人とかと思うと、うん、暗くてね、県によりましてですね、県内で仮設住宅などに入居している方、熊本市の2万人を超える方、益城町の6千人を超える方をはじめとして、25の市町村に3万7631人の方がまだ仮設で暮らしていらっしゃるんですね。丸2年とですね、ただこれだけの方々が20の施設としていらっしゃいます。はい、あの東日本大震災の7